スファイロトルスは、白亜紀後期に、現在のアメリカ合衆国西部及び、カナダに生息していた、パキケファロサウルス下恐竜の属の一つである。現在のところ3種が記載されている。タイプ種スグッドウィニーは、アメリカ、ニューメキシコ州産ファン軍にある、カートランド層のデンナ人武装で発見された。エスブークホールッツは、モンタナ州、カーター軍西部にある、 ヘルクリーク層で発見された。そしてエス・エドモントネースは、カナダ、アルバータ州にある、ホース州キャニオン層で発見された。俗名はギリシャ語で、ボールを意味するスフェラとドームを意味するトロスから造語されており、県頭シラ流類に特徴的な頭骨にちなんだものである。カンパニ、アンのニューメキシコからマーストリチアンのモンタナまで、この俗は、比較的長い期間存続し,し、 広範囲に生息してた。2002年にこの属を記載したウィリアムソンとカーは、以下のような気象を示している。他のパキケファロサウルスカの属と異なり、微速から見て、横方向の深さが減少した、頭頂骨、臨場骨間棒上部があり、一列の骨流と一箇所の、側面複側の角の骨流で縁取られている。スファエロトルスは、高度に派生的な剣かシラ流類であると、 考えられている。タイプ種のホロタイプは、顔面と口外の要素を書く、不完全な頭骨で構成される。この種は、以下の気象で識別される。微速から見た、パーやトスキマゼルバーの横方向の深さの減少程度が、エスブークホールツィよりも少なく、頭頂骨が臨場骨の間の薄い再編に変わっている。種商業は、型頭竜類の研究に貢献した。 古生物学者マークグッドウィンに懸命されたものである。S グッドウィニーとして参照される第2の標本はカートランド層のファーミントン部層の上部から発見された。この標本は断片的な臨場骨とほぼ完全な、歯骨及び不確定な頭骨の断片で構成される。S ブークホルッツィのホロタイプは不完全な頭骨で構成される。この種は、 以下の気象で識別される。スファイロトロスの中では、微速から見ると、左右の臨場骨の間に、頭頂臨場骨流を配置するのに、十分な広さの頭頂骨の露出があり、頭頂臨場骨棚の微速の円が浅くなっていく度合いが S グッドウィニーより大きい。側面の角の骨流が S グッドウィニーのものより相対的に小さくなっていて、 パーやトスキマゼルバーの腹側の円の上に位置している。頭頂臨上骨棚の側方にある骨流は臨上骨上では縮小し、五眼下骨のリッチと融合している。種小名は、肩頭流類の研究に貢献したエミリーエバックホルツに懸命されたものである。この種を、プレノケファレエドモントネンシスの主観高校異名とする説が提案されている。 S. エドモントネンシスは1943年に、ブラウン及びシュレイクジャーに、アルバータ州のホース州キャニオンで発見された3つの、ドームに基づいて、トロアドンエドモントネンシスとして記載された。ウィリアムソンとカーによりこの種は無効とされた。しかし、後の研究により、S. エドモントネンシスはドーム後方にある体になった、ホーンレッドで、S. グッドウィニーと、細長い頭頂部で、 S, S グッドウィニーとそれぞれ識別可能であることが分かった。そのため現在有効な種とみなされている。ありがとうございます。